この前のさラウンド動画で、うん、全部ハーフトップで売ってるじゃん。全部っつうのも極端だけど、うんうんうん、アイアンはね。そう、うん、でさその時にさ、うん、ハーフトップで打つ時に、うん、大体みんな左肘を引いて打つんだけど、うん、ヘッドを出しながらハーフトップ打たなきゃいけないっつったから、うんうん、途中でそれ話終わっちゃったからさ、うん、あれめちゃくちゃみんな知りたいよね多分。やりますねえ、教えてあげて。確かに確かに、うん、そうだね、うん、まああんだけ打ってんだからそう、うん、とじゃあまずそのいいハーフトップと、うん、左肘を引いちゃうハーフトップの違いからまずやっていい、うん、そうだね。平井弘明のワンナップゴルフ。いいハーフトップっていうのは、うん、この時点からスパイクから、うん、この手首までは、うん、普通のショットと動作は変わらない、うん、こっから先がこうなる。はい、こうなる、うんうん、こうヘッドを下に行かせない。ヘッドをこう行かせる。そう、それで歯が上向いてくるでしょ。はいはいはい。上向いてきた時に、こうやって打つ。こうやって打つ。そう。こうやるよ。こうやるよ。こうやるよ。あ、そうなの？全然やる。あの動画編集してて、うん、ちゃんと説明してないじゃない？あ、でもそっか、ヘッド出しながらでもハーフトップってちょっと上なわけじゃん。あ、普通より。あ、なんで上なんだろうと思ったの？その、なんて言うんだろう。理論的に遠く立つとか、うん、なんか距離をその分ちょっと遠くしないと、下に触っちゃうじゃない？うん、けどなんで打てんだろうと思ってたの。ハーフトップは、うん、そもそもの前提として飛ばしに行かないのね、うん、スイングをするの。あ、そうなんだ。そうだから右手の押しが弱いの。右手を押すとクラブって下に行くでしょ。はいはいはい、はい、だから普通に打った時ってターフが取れるの、うん、だけどハーフトップって、うん、要は自分とヘッドの距離を絶対変えないの、うん、だからここが最下点じゃない、うん、だからこの最下点よりも下に行かないように振るのね。はいはいはい。で、プラス、ヘッドを下げないで上に上げるからハーフトップするのね。普通に打つと、こうやって打つやん。はいはい。下に押しちゃうってこと？そう、ここ押すでしょ、うん。だから下に行くでしょ。うん。で、シャフトがしなって当たった時にビュンって行くからターフが取れるじゃん。うん。でもハーフトップって、ずーっとこの状態で、こうやって歯で拾うの、ボールを。こうやって。そうなんだ。そう。こうやって。でもしならせてるし、右手で押してないの？右手で押してない。うん、押してるっていうか払ってんだよね。あ、違うんだ感覚が。そう、絶対芝生を触らないで払ってる。でもほら押すじゃん、インパクトの瞬間と、うん、寄せ寄せって言ってきた。横に、うんとね、難しいよねこれね。詳しく言っていい？うん、押す方向が、うん、普通のショットはね、うん、これが平行ね、地面と、うんうんうん、これぐらいで押すのよ普通のショット。はい。ハーフトップってね、ここに押すの。違うんだ、向きが、角度が。ここに押すの。へぇ。そう、だからよりインパクトまで待たないと上に押せないから。ボールよりヘッドって上から来るでしょ。来る来る。絶対。だから、早い段階で押せば押すほど下に行くじゃない。そうだね。あ、だからそれを我慢するの。じゃあ、イメージ的には最下点を通った後に押してる感じなの？イメージそう。ドライバーみたいな感じ。ドライバーってティーアップしてから上がり際に当たるでしょ。はいはい、はい。そういうイメージで当てる。あ、じゃあ力入れるタイミングがちょっと違うの？ちょっと違う。ハーフトップと普通のアイアンショットと。両方同じアイアンショットで、全然違う。でも押してんだ。やっぱ押すつのは一緒なわけで、ね、一緒。押す方向が違うだけで。そうなんだ。こっちの押すか、こっちの押すか。だけど視点とかは変わってないの？その手の視点というか。変わらないね。そこはじゃあ回転度合いだったり、うん、クラブの放出する力の方向を変えてるだけだから。言っとくけどめっちゃくちゃ難しいよ。そうだよね。だからそれをやってんだもんね、うん、今言った感覚を。ただ普通の芝生の上で、うん、こういうマット、アイアンマットの上で、うんうん、ハーフトップ打てっ
っていうのは、うん、もうハーフトップ打てばいいから。だけど、うん、それをやろうとすると、うん、単純な話、ヘッドを下に行かせないから、うん、こうやって打つんだよね。そうだよね。極端にやればそういう風に打てば触んないもんね。うん、で、こうなる人の理由、うんうん、ただ先にこうやってんじゃないの。うん、体が止まってんの、はあ。体が止まってたら、こっちにこうやって、こうやって出せるの。うん、あの、あ、回転してたら、うん。だけど止まるからヘッドって下に行くでしょ。はいはいはい。だそれ分かってるから止まる人がこうやって引くから。引くのが先じゃない。だから回転しないとダメ。上半身が。回転したら引いては打てない。打てない。空振りする。届かなくなるから。ああ、そうか。届かなくなるから伸ばせるんだ。伸ばせる。だからこれができるの。回転すれば。ということは、段階としては、回ってハーフトップ打とうとして、左肘引いちゃってて、空振りした方がいいってことだよね。して伸ばしていって当てられる。当てるようになって、うん、そこで要は空振りを当てようとして回転止める方に力を使っちゃダメ。あ、正しく空振りして、そうそうそう、正しく直していけば、そのハーフトップが打てるようになるんだ、うん。回転度合いは変えちゃダメ。そのまま回転し続けなきゃいけないの。し続けてね。うん、で、腕の調整で、ヘッドの高さの調整で変えなきゃいけない。そしたらフェアウェイバンカーでも、全然打てる、うん。あ、で、その腕の高さの調整っていうのが今言ってた手首をめちゃくちゃ折って、調整してる。そう。だけど、肘は調整してないんだ。してない。肘は全部一緒だ。ここまで一緒だ。あ、さっき言ってたやつ。あ、ここが先だから。そこで高さ調整するの？そうよ。しかもそれあれだもんね、高さ調整するっつっても、なんつうの、高さを調整してんじゃなくて、折れ方を調整してるっていうか。そうそうそう。そうそうそう。そう、半端ないね。そう。でも、言ってもプロだから。あ、そうでした。そう。ごめん、俺がなんかバカにしちゃったみたいな感じ。とんでもない。角度の調整。だから、結局、普通に打つときは、うん、こうやってやる。うん、こうだったり、うん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 、だけどハーフトップってこうやってやるから、うん、もう感覚的に、うん、もうこうだから、だからこうやってれば左肘伸びる、うん、伸びるね。こうやってやってこうやってできる人いないから、そうだね。しかもあのスピードで動いてる中で、そうなの。だから左肘がインパクト後に曲がる人って大体消屈してるから、ああ、そう、こうやったらこう曲がるから、そっか、うん。こうやったら伸びるし、で力入れてんだからさ、そうだ、ね、ほぼ無理じゃん。こうやったら楽でしょ。楽だね。そう。そしたらこうやって畳めるの、こうやって。だからそしたらこういうフィニッシュが取れるの、こういう。はいはいはい。そう。そんで超右手。そう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 。あれできる。あれできる。だからそれを要は引いたり、ここまでの距離が変わんなければダフらないから。コンパスと一緒だから。ああ、そうなんだ。そう。こうやってなってるから、うんうんうん、そう。だこれが角度が変わって長さが変わるでしょ、うん、ヘッドの、うん、だから自分から迎えに行ったり体を止めてこうやってやったりするからダフリトップが出る、ハーフトップが打てない。そうだからこう入れる角度を手首の折れ方で調整してる、うん、そうなんだね。めっちゃむずいね。難しい。で初め練習するとしたら、この左の手首をめっちゃ背屈させる、うん、ように打つ練習からスタート。そうそうそう。それでトップ打った方がいい。こうやって。その練習からなんだ。うん、極端にそれを。そう。こうやって。はじめはそういうもう超トップを打って。もうあれ出たら打てるからね。あ、そうなの？あれ出たらフルスイングしてみて。出るから。あ、そう。あ、全然出る。全然出る。でもめっちゃ力んでるわけじゃないんでしょ、ハーフトップ。さっき言ってたけど。力んではない。めっちゃ張ってるけどね。ああ。要はロックしてるだけだから。はいはいはい。脱力気味よ。刃の近くで打ってるから、変わんないんだ、距離。そう。ヘッドをこうやって落とさないからね、こうやって。こうやって常にこうヘッドはピックアップしてる状態。はい。これをスイング中こうやってキープしてるから、こうやって。そういうイメージなんだ。こうやって。
常にこうやってヘッドを落とさない。まあ、これスイングが基本だけどね。あ、そうなの？この状態を。うんうんうん、こうやってはやらないから、うんうん、絶対ヘッドはこうやって常にこうやってピックアップしてるの、ずっと。ずっとこうやって。あ、そうなんだ。そう、これはもう基本。そう、そうすると、結局、この角度でこうやって降りてくるからね。うん、そうするとね、手元の浮きもなくなるのよ。あれがすっごい重要。だってあれでワンラウンド済むからね。そうだね。楽よ。アイアンが。距離のばらつきが出ないんだっけ？出ない。胸のスピード分しか出ない。距離が。それは長くも短くもならないってこと？なんだなんだなんだ。自分の飛ばしたいスピードで胸はほとんど動くから、うん、止めてない人だったらね、うんうん。止めてる人はもう止まっちゃうから、うん、それは通用しないんだけど。ちゃんと動いてる人は、自分の振りたいスピードで胸が動いた度合いの分しか飛ばないから。それアプローチもそう。あ、そうなの？そう。だから距離感がつかみやすいんだよ、本当は。だから、本当はいいことが多いんだよね。ラインもそこまで選ばないし、ハーフトップって。要はヘアウェイバンカーからヘアウェイまで、ラフまで打てるんだから。そうだよね。バンカー、全然打てたでしょ、ね、うん、そう。ああいう風に打てるから、本当はいいんだけどね。でも、世の中ではこう、フリップとかこういうのダメって言うから。あ、めっちゃフリップしてるから。だから俺だけの特権。プロみんなハーフトップなんでしょ？ほとんどね。だから距離がバラつきでないから。練習場見てればわかるから。あ、そう、うん、芝生、ターフあるじゃない、うん、あれがほとんど取れない人ってほとんどハーフトップで打ってるから。ハーフトップっていうか、ボールをクリーンに芯で捉えてるだけなんだけどね。まあそれがハーフトップに近いんだけど。なるほど。言い方が近かったり感覚が違うけど、うん、そういうことなんだ。そう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 。同じこと。フェイスでこう、ブシュッて。潰さないってことだよね、うん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 、ちゃんとロフト通りにガッて返ってくることがやっぱりインパクトで再現性を出すにはそれが一番有効ですということ。あれでもそうするとその距離しか打てないの？調整はできないの？短く打つとか。いや、ここをゆっくり振ればいい。そっか、そう、そっか、そっか、そうそうそう。アプローチがそうなんだもんね、うん、それと同じか。だから左グリップと左手首と左腕の張りを変えなければ、うんうん、もうそれを胸で動かすだけじゃない。それで調整するんだ。そうそうそう、調整するだけ。そのスピードでね。7割。こうやって。はい。じゃあ超当たり前のこと言っていい？うん、いいよ。どれぐらいのスピードで胸を動かせばこれぐらい飛ぶって全部わかってんだね。そうなんです。なんとかゴルファーだから。ブリーンって。なんとかゴルファーだからでしょ？ロープ？そう。わかってんだね。そう。そう、なんちゃらゴルファーっていうのは、それはわかってる。わかってる。自分の回転スピードを知ってるから。だから無駄にこうやんないから。あ、そうだね。そう。そういうことか、うん、今日のお客様ね、うん、胸の回転と腰の回転、うん、要はキル違いを全部分かって帰っていただいた、うん、すごいね。三重から来られた方。三重、うん、三重三重はもう近いから。三重、もうワンナップゴルフの三重って言ったら、うん、もう2軒隣ぐらいだ。あ、そう、うん、もう本当に醤油かすぐらいの感じだ。そう、うん、誰々さんっつって、そんなぐらい近いから。三重、うん、もう神奈川なんて、うん、もうほんと庭だから。そうだね、うん、神奈川ぐらいだと。そうだね。そう、北海道から来てくれる人いるもん。そうなの、そうなのよ。ほんとありがとうございます。ほんとに
だからその三重から来られた方はその下半身のなんで切る、うん、切るって言われてんのに俺は切らない、うん、それの説明をしたらめっちゃくちゃ納得してくれたから、うん、そら切りますね、でもそれは切るに入りませんねってよくわかんない話、長くなるからやめるね、やめる、うん、やめるそう、そうなの、そうだからそれだけ胸のスピードがどれだけのスピードで回ると、うん、腕とクラブがどれぐらいのスピードで動いて何ヤードを飛ばすことができるっていうのは分かってます。ああ、そうなんだ。最後に質問していい？はい。なんでハーフトップ打とうと思うようになったかは教えてほしいな。それは言えない。そのプロになったらみんなやるようなの、勝手に。あ、でも前一回ちょっと聞いたね、試合前の練習場で、うんうん、みんななんか綺麗に打ってるから何なんだろうって思ったんだっけ、うん、それもある、それもいろいろ理由ある。ね、今パッと思い浮かぶだけで 3,4 巻だよね。あ、そうなんだ。そう、じゃあおしまい、長くなるから OK そのハーフトップにした理由っていうのは本当にいろいろあるんだけど、うん、今すぐバッと全部言えないから、うん、また機会があれば。そうだね、うん、だからでもあれでしょ、試合の前の今俺が言った理由はあるんでしょ、うん、みんな綺麗に打ってたんでしょ。そう。ってことはプロになってから気づいたんだ。プロになる前も中学高校の時から疑問には思ってた。あ、そうなんだ。なんでターフ取らないんだろうって。取る人もいるよ。いるけど、うん、ほとんど取らない。俺はターフが取ってブシューって飛ぶのがいい音が鳴ると思ってたんだけど、うん、ターフ取らない方がいい音鳴るんだと思った。いいよね、音ね、ハーフトップね。そう、うん、あれなんでかなってずっと思ってた。じゃあそれ大人になって分かったんだ、うん、なんか繋がったの。あ、そうなんだ、うん、なんとかゴルフみたいだね、繋がるってそうだね、そう、そう、そう、だからその方によって、うん、ハーフトップ打ってる方によって理由は違うのかもしれないけど、うん、まあ、明確な平井自分の理由っていうのはある、うん、クラブコントロールだよね、大きく言えば。それがちゃんとできてないと、うん、何をやるにしてもできないから、うん、だからちゃんと意識をすること、うん、できなくても、うん、それが大事であって、うんうん、本当に最後に一言言いたいのは、うん、本質に理論はないってこと、それは本当でございます。ごめん、超大事なこと言うの忘れてた。はい、何でしょう。これ初めのさ、ハーフトップの動画で言ってたやつなんだけどさ、うん、インパクトゼロできてないとハーフトップ打てないんでしょ。打てない。超大事な前提だったね。一発っていい？インパクトゼロできてないハーフトップいくよ。うん。かっこ振り遅れバージョン。こうってなるから。要はハーフトップって下を触らないっていう意識が強いじゃん。うん、そうすると、こうやって浮くの。はいはいはい。そう、それであれが出るから。でも音はハーフトップだった。そう。ハーフトップはハーフトップだから。あ、そういうことか。そう、ただ振り遅れハーフトップだから。意味ないんだ。意味ない。意味ないね。意味ない。意味ない。そうだね、うん。あんなにグッバイでは、うん。下を触らないハーフトップを打つことが目的ではないってことなの、ハーフトップって。ね？嘘、難しいそれ。何なの目的は。そう。それを言うと、俺がハーフトップを始めた理由になっちゃうから。あ、はい。そうなの。ハーフトップが目的ではない、ハーフトップは。うん、打ち方は今言った通りね。そう。はい。っていう振り遅れに注意してください。はい。トップ打つ場合は。うん、はい。で、今回はですね、ちょっとラウンド動画を以前撮った時に、トール君が全部ハーフトップで打ったねってことからちょっとこの動画を撮ろうと思ったんですけど、今回ハーフトップについての動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、ラウンドレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですね、をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。